始まるまで寝るね。昨日ねパパリンと夜遅くまでお話ししてたから。頑張ってオリンピック行けって。パパとっても優しかったよ。入ってるんだよ。兄さんが買ってくれたんじゃない。じゃ、のんちゃん寝る。おい、京介。今の俺の気持ち分かるだろ。あのアマカノンはよ、ちょおめえの妹だから今まで多めに見てきた感はあるんだよ。寛大な俺ちゃんはよ。でもマジ限界っつうか、あんま調子こいて俺の狩りを邪魔されっとリアルに戸坂に来るっつうか。うるせえ、今日は部活だかんな。てめえ何寝言こいてんだよ。秘密教室作っただろうが、誓い立てただろうが、俺とお前で宇宙征服するんだろうが。忘れたとは言わさねえぞ。放課後な。ふう、間に合った。夜更かししてたら寝坊しちゃってね。え、なんでわかるの？昨日は浅井くんと遊んだからたくさん書きたくなっちゃったんだよ。あ、覚えててくれたんだ。昨日行った喫茶店で待ち合わせしよう。うん、バッチリ。それにしても今日も白鳥さんお休みみたいだね。宇佐美さんも来てないし。宇佐美さんにも電話番号聞こった。今日から友達になってくれるって言ってたし。そんなことないよ。宇佐美さんきっと恥ずかしがり屋さんなんだよ。
ちゃん、嘘はよくないぞ。だから嘘じゃないってば。もう勘弁してよ。お菓子ばっかり食べてるから性格が曲がっていくんだぞ。毎日違うお菓子食べてるからいいの？そんなのわけわかんないよ。いいの？僕のポリシーなの。昨日はチョコで今日はプリンなの。今日もいいお天気です。みんな仲良しでグッドです。まる。じゃあ今度の日曜日に温水プール行こうよ。今度の日曜日はペットの餌を買いに行くからダメ。カノンと H 君を信じてあげなよって、あれ、これ、宇佐美さんじゃない？あ、本当だ。あの髪型からして間違いないよ。おーい、宇佐美。さっきっす。基本朝とか脆弱なんで。どうして屋上にいるの？はあ？いや、はじゃなくて、昨日もここで会ったよね。いや、深い意味はないっすけど、高いところとか好きなんで。思い出した。思い出してくれた？うん。私は宇佐美春だ。お前の名は？なんかすごい凛々しい。椿です。よし、椿か。覚えたぞ。あ、のんちゃん、のんちゃんも。私カノン。いいだろう、カノンだな。覚えた。あ、僕も、僕 H。 あ、いや、一日二人が限界なんで。ちょっとちょっと、ツバキ、カノン、いいか、私のことは勇者と呼べ。え？不満か？